こんにちは。今日のマスター講座奮闘記は、実はね、大きなピンチがあったお話です。まあ、そんなこんなで、今ね、ストレートネック改善についてのクレを使った研究実験の、にご参加いただいている方を募集してるんですけれども、あのね、60人の募集なんですけどね、40人の時にね、ピンチが訪れました。それまでは結構いい感じでこう申し込み入ってたんですよ。で、あ、この調子だったらいけるかなと思ったら、40人でピタッと止まっちゃったんですよ。で、1日2日かな、申し込みがなかったので、その時に私の脳裏によぎったのが、もういろんな方が協力してくださってるんですよ。本当にお願いしますって拡散してくださいってお願いしていなくても、なんかこう記事上げてくれたりとかね、シェアしてくれたりとか、お声かけしてくれたりとかっていう、そういう協力してくださってる方、応援って結局やっぱり応援してくださってる方に対して、60人集まんなかったらどうしよう、大変申し訳ないなと思ったんです、心から。で、その時にこう、まあ結局ね、最初は頼りたくない、人には頼りたくない、自分一人でやっていこうと思ったんですけど、結局やっぱりこういろいろ協力してくださる方がいらっしゃるので、もう甘えちゃいと思って甘えてやってきて、ふと私もまあそれなりにいろいろお声掛けはね、引き続きしてましたけど、やっぱり私が頑張らなくてどうすると、本人になったと、やる本人なんだと、これで60人集まらなかったら申し訳ない、じゃあどうしようかって考えた時に、もうね、なりふり構っていられないなと思ったんですよ。そこで考えたのが、もうこれ禁断のですよ、ここはお声掛けはちょっとしない方がいいなエリアに突入しました。で、いくつかあるんですよね、やっぱそう、まあ娘絡みですよ。で、娘のやっぱり幼稚園の時のママ友に行こうかなと思ったんですけど、もうだいぶ連絡取ってないママ友もいるんでね、ちょっとそこにはちょっと連絡できないなと思って、あーと思って、私 LINE 公式アカウントやってるじゃんってことに気づいたんですよ。で、この LINE 公式アカウントはもうね、今はね、事実上はもう何も一斉発信してないんです。なんでかっていうと、私 LINE があんま好きじゃないんですよ、実は。メルマガとか LINE が好きじゃなかったので、でもやってたんです、LINE 公式アカウントは。ただほら、解約になっちゃったじゃないですか、条件が悪くなっちゃって、それまでは1000通無料配信毎月できたのが、200通まで減っちゃったっていうのをきっかけにやめたんですよ。で、全然配信していなかったんですけど、ここだと思って、ここだったらいるわ、ママ友、幼稚園の時の、しかもメッセージ残ってるからブロックしてないと思って、あれほら、いろいろ選べるじゃないですか、送信者なので、まあ受講者様分かってる限りでは省いて、で配信しました。で、結局まあそこでママ友は、でも一人来たか一人来たんですけど、まあでもあと実際にまだお稽古事をやっててつながってるママ友もいるので、まあそれはいいや、会った時お願いしようと思って、じゃあ他でって考えた時に、もうこれは禁断の小学校に行くしかないなと思いました。実はね、小学校のママたち、まあそんなにね、めちゃめちゃいっぱいつながってるわけじゃないんですけど、ママ何人かやっぱりつながっていて、知らないんですよ、私が今こういうことしてるのは、クレイサーピストっていうことを言ってないので、で、バレてもいないので、ちなみに幼稚園の時はバレたんですよ。前の動画でも話してますけど、協力してくれるって言ったママ友が、そう、彼女ですよ。彼女が発見したんですよ、私のことを。まあ、たまたまそれは、フォローしている方がいてね、インスタグラム。で、その方の講座に私が行って写真を写ってたのを発見して、前島さんいたよねみたいな話から、ちょっとねみたいな言ったら、検索して探し当てたっていう。で、それから広まっちゃったんですよ。で、まあでも結局広まったことによって、その後やりやすくなったんで、結果は OK なんですけど、小学校はね、やっぱり幼稚園ほど関係がやっぱりこう深くないというか、幼稚園の時はね、やっぱり行く機会すごいあったんで、やっぱ関係性も深くなるじゃないですか。
なのでまあそんな感じでバレたんですけど、やっぱり学校にあるともうちょっと一歩こう引いた感じの付き合いになるし、で私ほらなんせママ友の付き合いが好きじゃないので、もう程よく程よい距離で仲良くならないようにみたいな感じで結構付き合いしてる方多いので、あ、多いっていうかまあそんなにいないんですけどまあそんな感じなので踏み入れてなかったです、そこのエリアで。もうそんなこと言ってらんないと思って、でましては小学校なんで今関わってる人たちなので、まあリアルに会ってもいるからなんかこう引き受けてくれるかなみたいなことを思って、もうそうね連絡しました。そしたらね、なんかちょっとね、いやーやっぱダメかなとか思ったんですけど、意外と皆さん本当にねいい方ばっかりで心よく協力してくださって、中にはねお一人の方がね、そう、いや実は前島さん最近この辺すっきりして痩せたはてなって思ってたんですっていう風に連絡くださって、いや痩せてはいないんですけど、まあここはすっきりしましたみたいな感じでコメント送ったんですけど、そう、そんな感じでね、もう本当に切羽詰まっちゃって禁断のエリアまで足を踏み入れたっていう。でもなんかね、もう本当ね、やっぱ今回のこの挑戦はね、自分にとってもなんかこうまたこういろんな気づきがあったり発見があったり、本当に挑戦で、なんかやっぱこうコロナがあってから私だけじゃないと思うんですけど、こうなんかこう生活が変わりましたよね。まあ変わってまた元に戻ってる方も結構いらっしゃるとは思うんですけど、私はなんかこうやっぱり家でっていうのがなんかこう当たり前になっちゃったんですよね。だから外で何かをやるっていうのも、まあたまにはイベント出店今年もしましたけど、なんかやっぱりアットホーム家でっていう感じになっちゃったんですよ。でそんな中やっぱりこのマスター講座でいろんなことを挑戦やっぱりし始めていく中で、なんかやっぱりこうそれがいい変化のきっかけになったのかなとかっていう気もしていて、なんかだから私の中で2024年ってもう半分終わりましたけど、なんかね外に出ていこうっていう、なんかそんな年なのかなって半分終わって気づいてます。なのでちょっと今これ公表できないんですけど、そう、秋にねちょっとお声掛けいただきまして、ありがたいことにちょっと外でワークショップやることになったりとかして、そうなので本当にこのなんだろう、このマスター講座の受講が私にとってはこうなんか変化になるのかな、いやもう変化にもなってるんですけど、なんか大きな変化になるのかなってちょこっと思っています。はい、まあ、そんな感じでね、もうピンチを迎えたんですけど、まあでもね60人は達成できそうな感じなんでね、まあちょっと一安心なんですけど、まあただまだまだ募集今していますから、ぜひともご協力いただける方は概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひともご協力いただければなと思います。はい、ということで今日の、マスター講座奮闘記は大きなピンチを迎えた話をしてまいりました。